陶芸体験で作った湯飲みが出来上がったということで、一度日の里公園に行ってきた。どんな風に出来上がっているのか期待を膨らませながら陶芸工房へ向かった。初めての陶芸体験だったが、おかげさまで素敵な湯飲みを作ることができた。この日は湯飲みの受け取りのほかに吹きガラス体験もした。初めてのロックグラス作り、形を作り、色を入れ、完成品は後日郵送で送っていただけることに。体験後は園内を散策しのんびり過ごした。昼食にキノコ釜飯を食べた。キノコの旨味が感じられてとっても美味しかった。その後は風鈴の音に癒されながら公園を後にした。後日仕上がったロックグラスが届いた。色も形もいい感じ。その日はロックグラスとともに沖縄気分を味わった。初めてゴーヤチャンプルを作った。まずゴーヤを半分に切り、塩を振り置いておく。そしてスパムを適当な大きさに切っておく。次は卵。溶き卵にお豆腐を入れておく。その後は塩を振っておいたゴーヤをさっと水洗い。具材の準備ができたら、熱したフライパンに油を適量入れ、生姜とスパムをこんがり焼いていく。スパムにしっかり火が通ったらゴーヤを入れ蓋をする。蒸らしたらそこに溶き卵とお豆腐を入れて塩コショウを振る。卵は焼きすぎず半熟のところで火を止める。続いてはサラダ。サラダも沖縄風でレタスにスライスオニオン、それにもずくも加え、味付けもバッチリ。
キンに冷えたジョッキとオリオンビールで準備 OK。 できます。よっしゃい、オリオンビール。ああ、やった。キンキンジョッキ。いただきます。うまい。お願いします。ゴーヤチャンプル。おいしい。焼き具合もバッチリ。グ。もずくサラダ。いただきます。これまたうまいっすわ。グー。あー、うまい。うっす。ふう。それでね、今日はじゃん、泡盛もあります。わっしょい。で、この吹きガラス体験で作ったオリジナルロックグラス、すごいね、綺麗に仕上がっておりますので、これで美味しく泡盛をいただきたいと思います。おっす。おお、おお、泡盛、海空、いただきます。あー、飲みやすい、美味しい。あ、美味しいな。あー、なんかスーって飲める。なんか癖が思ったよりなくて飲みやすい。あ、これ全然飲めるわ。これにサラダも合いそうですね。おいしい。グッ。おっす。おはようございます。